はい、こんにちは、皆さんで、今回は、もう500日になりました。ね、初めてプレイしてから今はもう500日経ちました。ということで、今回はユニットボックスの図はやりたいと思います。で、ユニットボックスですね。はい、これが星7と星6。まあ、最終的に星6からか。まあ、こんな感じです。タイプは1つずつは、前の動画であるので、今回は見せない。はい。こんな感じです。まあ、ほとんど星6です。全部育てたんです。エクスフェルもね、3体もいるんです。この火曜日、星7になる。どんなに強くなるんですかね。まあ、セルハーちゃんも5体もいるんです。はい、こんな感じです。はい。で、星7。星7はこんな感じです。一つずつ見せますかね、これ。クレア、アニム。これは2体持ってます。それ出ます。これはブレイカー。で、これはアニム。で、セレナ、アニマ。セルリウス、アニマ。クルト、アニマ。エレア、アニマ。クエドワーガニア、アニマ持てない。リオン、ロード。トーテツ、オラクル。カノン、ガリアン。アニマの方も育てたんですけど、ヨーマはまだ。リゼ、アニマ。ウィル、ブレイカー。アニマは、まあ、多分ね、昔、合成しちゃったかもしれない。乗ってるはずですから。まあ、ブレイカーでも、OK。ウィル。アーク。第7の試練ですね。キラ、アニマ。リノン、アニマ。キクリ、アニマ。レイスはガリアン。アニマは持ってない。ファーガスはアニマ。ラファアニマ、アルファアニマ、クレアブレイカー、さっきのセダンね。マクナソルダ。HP のユーマは、まあそんなにないから。まあ、まだしてないんです。まだマンダニはしてない。まあそんなには使わないからさ、このドラゴンが。ルビー、チャン、アニメ。ベスティ、オラクル。これすごく使えるユニットなんですけど、なんでオラクルですかね。エリモ、アニマ、すごく使えるユニットなんです。ティザ、ロード。セラファーガ、アニマ、結構使えるんです。メディナ、アニマ、フェルニール、レイカ。ランセル、アニマ、ヨマは捨てない。そんなには使わない。フェルトリオン、アニマ、トーラ、アニマ、オグロ、ブレイカー。エゼルアニマ。そんなには使わないからヨマはしてない。ロックスアニマ。グリエルアニマ。カノンアニマ。ヨマはまだです。まあ、いつになるかわからないんですけど、まあ、たまにはまだ使ってるんですよ、カノンは。結構強いで、強くて使えるユニットです。ディアナ、オラクル。これすごくいいユニットなんですけど、なんでオラクルですかね。まあ、海外版のはアニマなんですけど、バルグラン・ガーディアン、アニマは持ってない。これは微妙に結構使えるやつなんです。カグラ・ロード。これもまた、新しいユニットで、バフは結構強いんです。アトロ・アニマ、セフィア・アニマ、ファダル・ロード。アニマは持ってるけど、まだ育ってないままです。ラガー、ガリア。2体持ってる、両方ガリアなんです。いや、アニマが欲しいんですけど。
ネムスギアアニマ、マグルスアニマ、ハリスアニマ、あ、HP の方はもう少しで、忘れちゃったかもな、これ。フィファーガーディアン、アニマのも育てたんですけど、イオマはまだ。はい、これです。イフリズ、ブレイカー、アニマのも育てたんです。で、イオマはまだ。あらま。ここまでだったっけ。アーロン、アニマ。ユーラはブレイカー。アニマは持ってない。カノン、ブレイカー。これも、なんかね、育てたんです。だけど、途中でやめたんです。だから、ビビはまだレベル1なんです。はい。で、ブレイカー、キーラーも育てたんですけど、まあ、途中でやめた。まだ、ビビレベル1なんです。まあ、もう、このまま、ずっと、こんな感じかな。アニマの方だけでもう十分です。これで。はい。まあ、シナナは、こんな感じだったんです。で、他のは、白子は見たんですね。星子はこんな感じです。レゴラス、アニマ。マティリスは、たまに使ってるんです。イオマはスタン。で、これ聖剣伝説のやつからですね。ランリー、クリーム、ポポイ。で、ミク、初音ミクですね。で、これ、テルス・オブ・インクからだっけ。リタ。リモ、前は結構使えるんです。お白くの時代でもない。今はそんなにはないな。アリア、これ、最近伝説だっけ。メア、ウレカ、ザーク、ハニマ。グレアム、これがカールのグランドクエストからだっけ。レゴラス、リモ。カイエナ、これ海外版の。ポーラーは、白く逃したんです。リモちゃんです。お仕事。ローランドは、イシャラ。ガンダルフ。He shall not pass. まあ他のはこんな感じかな。シアこれね無料ユニットなんです。ボルテックスから手に入れるんです。セリン、これが海外版のね。これまだ育てないの。死後もう一個あるんです。どこまで行ったっけ。ここまでか。これがフラン。聖剣伝説からだっけ。まだいろいろあるんです。あ、これ、セノンのエスティア。海外版のユニット。他は何もないか。で、これも見せますかね。しますか。ヨマはまだこんなにいっぱいあるんですよ。まあ不思議なんですけど、なぜかこれね、体力の体のヨマ森がそんなに出てないんです。ヨマダンジョンとかブレイブスロットとか、なぜかわからないんです。だからそんなにないんです。まあ、バストエンペラーとバストクロックはこれしかないか。まあ、前の鋼鉄で使っちゃったんです。全部カエルで。BB レベル10まで、SBB レベル10まで捨てられたんです。スピアブロックはまだこんなにあるんです。13体か。まあ、まだまだ、これ、新刊ユニット。まあ、いつも、用意してるんです。新しいユニットが出るときに、そんなには、まあ、すぐ進化できるように用意したんです。こんな感じで。はい。で、この前の動画でブレイブスロットやったんじゃないですか。2200何とかから。今は1500になっちゃったんです。
で今日はね、メダルラッシュがあるから忘れずにやってください。あ、レードオープンがない。まあいいや。はい、まあとりあえずそれぐらいかな。スフィアのこれがオルトリフォン11個。まあこれね、グランサイシウスはもう3個っていうか1個あと1個ぐらいはまだ作れるんですけど、なんだクラスクレーンは2個、マルコアビネスは4個。まあそんな感じかな。あとはなんだ、多分それぐらいかな。白くも見えますかね。動画が長くなるから見えますか。これ全部見ますかね。見なくても大丈夫だと思いますが、こんなにいっぱいあるんです。長くなるんですけどいいや。前の動画で見れるんですけど、見せた前の動画で。まあリンクは下のこの画面の動画に置いてきますね。はい、まあメルキオはね、この火曜日に星7になるんです。まあとりあえずメルキオはアニマユママンタンで、アクスフェルもアニマユママンタンで、ミセルもユママンタンです。これ枚数ごくずっと使ってたユニットなんで、ヨママンタ。まあ、星7になって、まあ、ヨマはそんなに、使わなくても、満タンに、すぐ満タンになるでしょう。はい。まあ、こんな感じかな。はいはい。まあ、ナルザアニマは途中で、もうちょっと、まあ、使わないけど、白くだから。白くの中に使えるユニットは多分これだな。グラレンズ。二分ね。多分、たまにまだ使えるんです。使ってる。たまに。これもたまに使ってる。あ、グラレンズ。オーニーはそんなに使わないんだな、あれは。まあ、昔のカウントで、使ってるけど、よく使ってるユニットです。エリモはまだ一体はあるんですか、リアン。昔使ってるんです、これも。星7にはしないかな。もう持ってるし、アニマの方。はい。テスラ、これもまた、本当はいいユニットなんですけど、どうでしょう。エリモの方がよぼどましいかな。はい。まあ、そんな感じかな。はい。まあ、今回の動画はここまでかな。500日です。このゲーム、初めてからプレイするのは。で、ずっとプレイしてるんです。とりあえず500日経ちました。もう、1年半かな。はい。はい、今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございます。また見てね。バイバイ。アニマ、パンチ。